インクルートバイクのスタンドを使います。C シャープでしたっけ？あ、そうそう、オープン C シャープ一応2音上げと、そういうバンドもできるんで、それうちの強みだと感じております。オープン C シャープ一応2音上げがお祈りだ。まだまだ上げます。
さすがに、お強い。この前来日したの知ってる？あれで、このバンド昔コピーしたことがあって、その時の映像を本人が見てて、ライブ中の MC でビートボックスってやつら超最高だよな、だからあいつらのためにコピーしてた初期の曲やるぜみたいなクソ気持ち悪いことを言ってくれてやってくれたんだけど、まあなんかそういうこともたまにあるサークルです。好きなバンド見つけて頑張ってコピーすれば本人が目をつけるかもしれないです。気持ち悪い音楽やってる人ってみんな自意識がすごいからエゴサーチしてることが多くて、結構ね見てくれるんだよね。わきまえてください。そんな感じです。好きなバンド見つけてくれば別にどんだけマイナーなものでもコピーできるから楽しいと思います。ですって、はい、違う、こんな感じでもう何曲やります。
チューニングタイムです。チューニングタイムです。なぜならさっきの曲がオープン C シャープの1弦だけに上げ、2弦だけ1上げ。ここで先輩社員の声を聞いてみましょう。はい、お名前と、あの現役時代の学部とパートを。あ、小川です。今年の春に卒業した、OB1 年生で、経済学部でした。でベース弾いてました。ね、市川なんだよね。よろしくお願いします。はい、学生時代どんなことを頑張りましたか？あ、私はやるなー、やめろサークルで楽しかった思い出などあれば。サークルは、そうだね。とにかく、なんか、なんか、もう、なんだろうな、周りがやってる音楽とかも全然知らねえのばっかだったから、その、なんだろう。1年から入ってもうみんな意味わかんねえんじゃなくて、なんだこれって思って、だんだんなんか詳しく慣れてったっていうか、なんかだんだんみんながやってることが分かってきて、すげえ楽しくなった感があるよ。あるよ。あっちゃん、あっちゃんのベースはな、それはさ。リハ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 リ全然入んないんだけど。次最後の曲なんで、はい、そうそう、入念なリハをしてから最高の状態でお届けしたいからさ。うわやばやばやばゴミだ。嘘だろ。おい、もうやめろ、恥ずかしいから。1年生の前に。え、本当に10年バンドすげえな。